こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットを始めていきましょう。今回は10位のキャピタル東京ですね。とはいえ2年前は1位取ってるチームなので油断はできませんよ。緑をエリカに変えるぐらいかな。このぐらいかな。デローとかもう前の選手を集中的に狙うしかないよね。はい、じゃあ試合やりましょう。キャピタル東京クラワカリバーズですが、相手のホームです。なのでキャピタル東京が優位となっております。前半キックオフ。はい、オフサイド。さあ、マークを厳しくしてるんで。後半疲れた時が心配ですね。ミモがここは返しますが、イゴールに渡ってしまう。イゴール受け合えた。おお、ノーホイッスル。まだピンチは続く。カンデロール。はい、キャンデロール。いけない。これはすごい。クルミ渡った。クルミ、これはスーパープレイ。マナミナ。周囲は硬いんですよね。攻撃は言うまでもないが。仕上げあり。一瞬の隙をつくことが大事です。エリカ。相手に渡ってしまいました。さあ、これは夏木がキャッチ。まどか。さあ、くるみ。これは、ちょっと、決まらない。うまくいけば決まってたんでしょうけどね。さあ、もう前半もあとわずかです。はい、ここで前半終了。ということで、やっぱりかなり中盤が疲れてますよね。ミオはサツキと交換です。サツコも入れてもいいんじゃないでしょうかね。ただちょっと悩みたいな。まあ、サヨかな。こういう風にしてやっぱり中盤を変えていくっていうのが一番いい。というわけで状況はやや抑えているような状況ですが、後半巻き返しましょう。
体の中盤を突破、運動力の強化を図ります。さあここはくるみがオフサイドですね。またオフサイド、完全にオフサイド。逆サイド、おっとどうしたんだ。これはなんとパンカで運ばれていきます。お、交換が要求されますね。趣味ですよね。萌を入れましょう。美穂が負傷。お、しかもなしかよ印。さあここ気をつけろよ。あーおっとパンチング、あ、イオールに捉えてしまった。危ない、回避に抜けられた。だがここはクリアです。イオールも結構疲れてますね。さあココブ、ココブ抜けた、チャンス、くるみ、よし、点。均衡を破ったのは我がクラワンカリバーズ。さあこれみゆきですね。この速攻ですね。敵がちょっと緩んだところをつく速攻です。もう疲れは確かに溜まってますが、やるしかないです。こうです。おー、これですよ。おっと、突っ込まれたとこが弱い。北部がまだ生き残ってます。あっと危ない。みゆき、まだピンチが続くが、幸子がうまい。今のは危なかった。逆サイド。これが上りよ。こちらボールをスローインですね。おっと、タイミングが悪い。キャンディオンに渡ってしまった。こうです。こうです。元気を取ります。あーっと、同点決められた。押されてしまいましたね。伸びる前に行ってしまいますよね。コーベスの力がすごいです。その残り時間ほとんどありません。試合終了です。うわー、これは悔しい。てたと思ったら、チャンスをこの美穂ですよ。怪我をしてしまった美穂が、そしてタンカ、これに奮起したのか。身を切ったらくるみ、速攻です。速攻が決まりました。このままリードしてほしかったんですけどね。ここは危なかったシーンですね。リボール、おー、バーに助け合いましたが、後半45分、ほとんどですよ。着実に
進んでいきます。ちょっと守備が後手に回ってしまった。第1の引き分け、シュートホースは相手の方が圧倒的ですけどね。はい、課題3ついただきました。ミホは座礁で3週間、これならまだなんとか、5位は5位ですね。今瀬大阪5連勝、すごいです。点は8、7点差ですね。大きいな。まあ調子良すぎますよね。お、なんだこれ、初めてを。ですよね、リーグ戦だ多分。あ、じゃあチャレンジトロフィーですよね。これは4戦で決勝ということです。そう、カップ戦を公式戦の中にやるってわけで、かなりハードな戦いってことですよね。お、よ、ハードな戦いを要求されますが、こちらですね、初のアジアチャンピオントロフィー、しっかり取っていきたい。初戦ですね、ミルザガゼガセミ、しっかり取っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。